はい、山口敏太郎です。沖縄に漂着した、謎の骨格が届きました。かなりこういうふうに非常にメカニックにできてます。これ何らかのメカジキか何か魚類の骨ではないのかなと言われてますけど、ジュゴンの骨という説もあったんですが、ジュゴンではなさげな話です。じゃあ何なんだろう、ちょっとミステリアスなままなんですけども、その沖縄ツーリストの社員の人が、ドローンを飛ばす、ドローンで最近観光地のプロモーションビデオを撮るのが流行ってるんですね。そういった関係でしょうか。こうドローンを飛ばす練習を沖縄の海の近くでやってたと。そういうところをたまたま偶然花を撮影しようと思って寄ったら、これが見つかったということです。で、これ肉がもうそぎ落ちて骨だけになってるんですけど、磯の匂いがしますね。それでもこれ骨が外れないで、これ普通繊維質がなくなってしまったら大概もうバラバラになるんですけど、まだひっついてる状態ですね。もうちょっと乾燥が進めば取れるかもしれませんが、非常に動物の体っていうのはメカニックに合理的にできてるなと思っています。上をね、自衛隊の飛行機が飛んでてうるさいですね。うちの近くは習志野自衛隊がありますんで、こんな感じです。これだから、魚類かな、それとも海の哺乳類系の動物なのかなと思ってますけども、ちょっと非常にミステリアスな骨格ですね。ということで、これ妖怪博物館の方で、銚子の駅前にあります妖怪博物館で夏休みの目玉として展示しますので、ミステリアスな骨を皆さん見に来てください。ありがとうございます。